それと先言いました、進路もないんです。で、学年指導体制、これはもう選択と集中っていうかスクラップ&ビルドなんで、その進路をなくすことが目的ではなくて、学年指導体制を作りたかったんです。学年で3年間を見通した指導計画を入学時点でですね、生徒保護者と契約してですね、でその上で、3年間の生徒指導と進路指導を学年団でやると。生徒部もないんです、うちは。だから生徒指導と進路指導はですね、学年指導体制でやるということにしました。で、部署であるのは学務部と学校生活部と研究部、この3つ、それと、3つの担任団という非常にシンプルな構成にしております。で、この図がうちの組織マネジメントっていうか、カリキュラムマネジメントにも大きく関わるんですけれども、統括室というのをコントロールタワーにしています。で、ある意味統括室長っていうのが、ハリルホジッチみたいなもんですね。もう現場監督です。で、そういう体制にしています。で、校長室は校長室でもう一つ上の仕事をしようと、学校の未来について具体的にやっぱ落とし込んでいくことをやるし、まあ従来普通の学校では教頭校長がやってることは統括室長がやるということにいたしました。で、毎週月曜日のですね、2時間半ほどですね、この8人プラス校長室でですね、悪いことからまず報告ということから始めてですね、で生徒理解はどの程度進んでるかみたいな検証をしながら、じゃあ、この取り組み来年はどうするかとか、そういう話とか振り返りとかしながら、毎週毎週ですね、けんけんがくがく議論をしていると。で、最終的には学年主導体制をみんなで、それぞれの学年をみんなで支えていきましょうと。で、それを各部会でも共有して徹底してほしいというようなことをもう言い続けているということですね。で、まあ進路指導ですけれども、じゃあその学年指導の中で、進路指導をする仕掛けっていうのを4つぐらい考えてるんです。で、学年の進路担当者会議っていうのを週授業時間内に1時間持ってですね、で、あとは法律上進路指導主事っていうのは置くことになってますし、香港も進路指導主事は一人いるんですけれども、その方がですね、外部からの情報を提供してですね、点検するということにしております。だから就職係とか進学係っていうのが部署としてはないですね。で、それを全体の企画会議、これが今言った幹部会なんですけれども、そこで共有してですね、学年に落とし込んでいくというようなやり方をしてます。手間ですけども、なかなか課題は多いんですけれども、それが今考えている理想だから、それに向かって突き進んでいこうということですね。で、カリキュラムの質の方なんですけれども、これはですね、現状は課題はここに書いてある通りなんですけれども、やっぱりそのルーブリック作るとかいろんなその試みもしていますが、これもそれ自体がもう目的化してしまうことは避けたいなと。何のためにルーブリック作るんやということを考える上で、まず指導案改革しようっていうのを今年手付けたところです。で、指導案というのは教科が普通主体になりますね。どこの学校でもそうです。教科が主体になって教科でそれを検討して、でその分科会とかも教科でやるということなんですけども、でも学年団と連携していこうと、つまり生徒間大事にしていこうと、生徒理解をやっぱり一番に考えていこうということで、この、やっぱり一番生徒間、そしてこれを教科だけじゃなくて学年団とか探究活動、いわゆる研究部、とですね、連携して、でそれを指導案に反映できるようにしようと。
ということで共通のフォーマットを作りました。でそれを6月にあった研究大会で通ったのが今年の堀川の最初の問題提起だったのです。でこれも指導案を作成することが目的ではなくて、指導案の作成をきっかけに教科で閉じずに、他の教科のみならず学年団であるとかいろんな部署、とですね対話を誘発するようなそういう指導案を作っていこうということで、まあ駆け出しです。まあ駆け出したところです。まあ、図で書くとこういう感じなんですかね。事業者は教科、学年団、そして学年団が主催するですね学習状況連絡会っていうのも活かしていこうと、年間4回ぐらいやるんですけれども、それもクラス担任がですね次の2ヶ月の間にこの5人を伸ばしてほしいみたいなね、その5人の特徴を全体に伝えて、数学どうですか、理科どうですかみたいな、そういう学習状況連絡会を開催しています。3年生は進路検討会っていう名前ですけども同じです。この5人をこの1ヶ月に飛躍的に伸ばしたいみたいな、そういう会議をできるように心がけています。最後まとめですけども、本校のっていうか京都市市立高校全体なんですけれども、やっぱり生徒が勝手に探究するっていうそういうことを学校最高目標に掲げるようなそういう学校改革していきたいなっていうふうに思っています。まあ一生学び続ける主体的な学習者であるとか、しなやかにしたたかにとか、いろんな言葉を考えたんですけれども、やっぱり生徒が勝手に探究っていうのが目標になるように頑張っていきたいなっていうことがありますし、生徒たちにはですね最初のインド人に言われた言葉の答えではないんですけども、いや世の中には面白いことたくさんあって素敵な人たちがたくさんいて、もう自分は得意なことで貢献したいという、そういうポジティブなですね学びや体験を通して肯定的な感情を生んでですね笑顔で海外ともですねやり合うような子どもたちを育てたいなというふうに思っているところです。それとさまざまな教育への関わりがあるっておっしゃいました。この中には教育行政を目指される方もいるし、教育産業を目指される方もいるし、現場に行かれる方もいるし、また教育と全く関係ないところ、企業だってやっぱり教育すごく大事にしてます。本当に人材育成っていう点で、で、まあ、そういう方もさまざまおられるっていうことなんですけども、やっぱり最後ですねやっぱり仕事に疲れたらですね、やっぱり今やってることに疑問を持ってほしい。僕はもう教育委員会の時にこれはもう本当に痛感しました。で、これはですね、どうすればその仕事をうまくやれるかとか自体がもう重要ではないです。僕はそう思ってました。市教委の時代。でもうまあ言うたら自分の知らない現場に飛び込んでですね、言い訳せずに。もうそこで出会った人と必死に格闘すること、これが重要なんです。そっちの方が重要です。本当に。で10代と異なった観点でですね、人や社会を見る経験ってやっぱり一度はするべきなんだろうなって今となっては思ってます。でそういうことをやって自分自身の判断力とか推察力とか理解力とか寛容性とかですね、共同性っていうのが高まるのではないかなというふうに思っていますし、その組織、自分が選んだんじゃないにしてもその組織の一員としてですね、その全体を良くするために何をすべきか考えて行動する、そういうしなやかで素直さっていうのが大事だし、頑固だったら多分できないですし、で、まあ、常に周りに感謝してですね、感動する感性がこれは不可欠だなというふうに思ってます。僕もいろんな人に会いました。でこういったことを分かって、教育行政とかの経験もすべきだし、でそうでなければですね、結局現場帰ったって何も、学んだことにならないんじゃないかなっていうふうに思っています。でこれはもしかしたら想定外への対応力とか関わり方っていうのもそこに影響するのかなっていうふうに思っていますので、ぜひやってることに疑問を持ちながらですね学び続けていただきたいなって思っています。最初にも言いましたけども希望者あったら大歓迎ですのでおっしゃってください。すいません、ギリギリまで喋ってしまって申し訳ございませんでした。以上でございます。